疲れたの代わりに今日も頑張ったを使いましょう。皆さんこんにちは。日本にはこういう話があります。言葉にも地獄言葉と天国言葉があるという話です。面白いですね。さて、地獄言葉、天国言葉、どれがどれなのか少し勉強してみよう。地獄言葉、ネガティブな言葉を言います。天国言葉、ポジティブな言葉を言います。最低を使うより最高を使いましょう。無理を使うよりできるを使いましょう。ついてないなを使うよりついてるを使いましょう。疲れたを使うより頑張ったを使いましょう。いい言葉を口にすることでポジティブな環境を作れるよ。例えば、石にぶつかって転びました。そんな時普通は最悪だ、なんで私ばかりっていうふうに言うでしょうね。でも考えを変えて、石にぶつかっちゃっても、ぶつかったのは車じゃなくてよかった、ぶつかった人は私の好きな人じゃなくてよかったっていうふうに言葉を変えて、天国言葉に変えて口にしてみてください。なら落ち込むこともなく気分が良くなれますよ。じゃあ天国言葉少し練習してみましょう。財布がなくなっちゃった、やばいぞ、最悪、自分よりお金がない人が拾ったかもしれない。動きたくない。今日も仕事できなくてちょっと叱られるかも。休みも久しぶりだし、ゆっくり休もう。恥ずかしい、好きな人の前で転んじゃった。でも私見て笑った顔ってかわいい。はい、今日は地獄言葉と天国言葉を勉強しました。皆さんにとってぜひ役に立つと思います。では今日からいい言葉をたくさん使いましょう。また次の動画で。バイバイ。